スロード音楽魂。あーイエーイ元気です。はい、皆様こんにちは、金尾四郎でございます。1週間ご無沙汰いたしました。金尾四郎の音楽魂、始めましょう。どうしましたの？いやでも大雨にならなくてよかった。あ、ま、そうですね、まあ ね先週も雨じゃなかったかな、金曜日は。あ、違いましたっけ。いや結構雨多いけどね、なんかね守られてるね、守られてる。帰りにこうちょっと止んでみたりとかっていう、止んでみたり感じがありますよね。僕はね守られてますからね。そうですね、さあ誰が守ってるんでしょうか。いや、守り神を紹介しましょう。まずね、はい、あの高橋真子さん、はい、神様松下と清水さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。よろしくどうぞお願いいたします、はい。今日はねスペシャルゲスト、はい、もう素敵なね会いたかった。あのね一番最初お会いしたのは4年前に、うん、ちょうどねコロナで大変な時期だったと思うんですね。そうかもしれないですね、杉本敦彦さんです。どうも、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。杉本さんはでもあれですよね、なんかこうあの毎回毎回っていうかふっとこう連絡あるのね、うん、あのうん、なんかこうそういう感じで覚えていていただけるんでね、僕はすごくね嬉しいですよね。いやいや、だからあのいわゆるジャズギターっていうよりも、はい、どっちかというとあれなんですね、その割とポップもねやられるし、はいはいはい、あのソウルフルなものもね、はいろ、はいろやられて、はいはい、なんかね、セッソないっていうか、いやいやオールジャンルでしょ。うん、そうそう、ね、でも素晴らしいですよね。いやいや、お忙しい中あでもそんなにあの皆さんによくそう言われるんですけど、そんなに忙しい、あの結構月の3分の1か半分は家でゴロゴロしてるようにしてんです。あの でもあれスケジュール見たらすごいですね。あれでもねツアーがない時って結構あるんですよ、うん、例えば7月は前半で終わりで、あと、うん、後半から8月も出ないし、はいはい、あと毎年1月から3月まではあまりツアーしないんですよね。レコーディングしたりとか、曲書いたりとか、そうそう、ずっとやってて一回ね、あのだいぶ何ですか、壊れかけちゃって。体は丈夫なんですけど、うん、頭がねなんかね、おかしくなりそうになっちゃったんですよ、あのメンタル的に。ああメンタル的に、はいはいはい、あの勝手に音楽が鳴ってて、ほら、あとなんかほら夢なんだ、夢っぽいんだけど、うん、あのなんか誰かが話しかけてきたり、いやー危ない、やばいやばかった、それやばいよって言われたから別に病院にも行かなかったんですけど、あの誰かねここでね、うん、歌ってんですよ鼻歌を。あのほら曲しょっちゅう作るでしょ、はい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 、昔 CM ソングとかも書いてたんで、うん、ああいうのもなんか自分のとぐちゃぐちゃになって、あこれやばいな、そうだオーバーしちゃったんだ、そうオーバーヒートですね。いやでも杉本さんもともとはあのフットボールでしたっけ、アメリカフットボール、アメリカフットボールやられててね、はいはい、あのすごい前にお会いした時にいろんな話をね聞きましたけども、ね、あのねなかなかねそれを乗り越えていろいろね、うん、手術の後だらけですけど、ね、激しいスポーツだもん、うん、全部やっぱそうフットボールのあれですか。そうですね、あ肘は違いましたね、うん、あのフットボール膝と足首と首と腰と指と両方とかフットボールすごいですからねあれほらそれもう結構細いからあの骨がね、はい、うん、あれだから意外とうん、足だけ速かったんですけど、なるほどね、速そうだもんね、そしてね、はい、今日はね、あの、トラさんをね、はい、ご紹介しましょう、はいはい、あのトラさん、ね、あの杉本さんからご紹介、ね、預かりました、トラさん、イエイ、ありがとうございます、どうもありがとうございます、よくいただいてありがとうございます。今日ね、初めてお会いして、はいはい、先ほどお話してたら、なんかもう共通の友達がたくさん ね、そうですね、横浜系わあなんですね、はい、そうなんです、僕基本的に石川町あたりでずっと石川生息してたんです、石川町とか本牧とか、うん、あの辺ずっといたんですね。そうなんですね、だから僕の友達はあのほら本牧のリンリーって、
はいはいはい、ディスコがあったりとかして、そこの、はい、ビルも持ってるおじさんがいてみたいな、そこちょっとあの子供小学生ぐらいの時行かしてもらったりとか、なんかあそんな頃から混ぜてますね。あ、じゃあ僕はね、あの東京から逃げるようにして横浜に越したんですよ。わ、そうなんですか。そう、あの逃げてきて、その時まだ家族いましたんで家族と一緒に逃げてきたんですけど、でそれで住んでたところが2番目に住んでたところの、はい、ところに来てた女の子がいて、はい、その子がマリアだった。マリアだったんですね。そこで遊びに来てて、はい、でマリアと一緒に やられてたのね。はい、やってました。だからマリアとコンバツっていうバンドで、ソニーだったよね。はい、僕が20歳の時、もう37年ぐらい前ですけど、それでやっ遊んでて、うん、そっからマリアがボーカルで僕がコーラスと振り付けをやって、で僕はもともとダンスだったんで、あの、そうなんですね、地面にぐるぐる回ったりとか、そのブレイクダンスの方だったんで、でそれでなんかあのダンスを教えてくれないかみたいな話から始まって、うん、ずっとそれでマリアと、でマリアが16の時、僕は18で、はい、はあ、で元町公園で、夜の9時から朝の4時ぐらいまでずっと教えるっていう、もうそれを毎日毎日やって。あ、最初ダンサーだったもんね、知り合った時ね。そうです、そうなんですね。もう37年ぐらい前それがね、30年ぐらい前、僕とねバイトが一緒だったんですよ。2人ともまだ音楽とかそういうので一本立ちしてなくて、はい、はい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 、で彼はほらダンスで運動もして、うん、僕もフットボールだって、ね、はい、スポーツクラブのトレーナーをやってたんです。へえ、本当はそんなところで知り合ってるんですか。たまたまだからすごいですね。バイトなんかもだから学生の友達みたいな感じで、音楽というよりも全然この業界じゃないですもんね。そうそうそう、知り合ったのが、はい、僕も東京からもう脱出して、うん、あの海の方に住んでたんですけど、はい、でだから僕は本木のスポーツクラブでね、はい、一緒になって、はいはい、ああそうでしたか。そうそうそう、面白い。それでなんでそれずっと一緒にやったことはあんまりないんですか。いやあんまないっていうかゼロだったの。全然ないです。だから学生の友達みたいな感じだからあトラちゃん頑張ってんなって。僕はあれね、誕生日がでかいんですよ。あ、誕生日で一緒なんです。あ、そう、5月5日って5月5日、はい、子供の日。そうそうだそうだ、2人ともそれであのこのSNS みたいのが始まってから、うん、やっぱりお互いがこうつながってると毎年必ず、うん、あの、ね、誕生日って一緒に出てるんですけど、そうすると、あ、また杉本さんも誕生日なんですねっつって、あの、お前もなみたいな感じで、じゃあであの一緒にそうそうそう、でたまにそれでじゃあ一緒に誕生日だから、うん、お家にじゃあ行って一緒にお祝いしましょうみたいなことをやってたら、あの特にその何のあれもないんですけど、うん、合ってるんで、そうそう、やっぱ間が空いてないね、あんまり、はい、だそれでなんか一緒になんかやろうよって話をしながら必ず一回別れて、うん、全然やらずにずっと毎日やろうやろうって言ってて、そうやろうやろう詐欺なんですよね。で音楽的にもね結構近いんですよ、彼もソウルっぽいダンスミュージックだし、僕大好きなんで、あのジャズと、はい、からと別にほら、ね、ヒップホップとかソウルミュージックやってたんで、うん、近いのに、はい、なんだろうね。そうなんですね。で寅さんのその、はい、活動っていうのは、はい、主にはあれプロフィール見たけど、いろんな方のね、はい、あの今いろいろやってまして、ね、今はそうですね、アカペラグループと、はい、あとバンドと、うん、ユニットと個人でやってるのってぐらいなんですけど、で、はい、でアカペラはそのあのブレッド&バターって、はいはいはい、あのブレバターのお兄さんの幸也さんと、うん、あと杉正道さんと、うん、あと鈴木雄大って、うん、あこの番組を雄大さん来てます、雄大さんと僕と4人であのコラボを、はい、やらせていただいたりとか、で遠藤京子って分かりますか、あのピアノの人なんですけど、女性なんですけどね、でその方に弾いてもらったりとか、ちょっと面白い、なんかそれでちょっと杉さんが悪乗りして変な曲をいっぱい書いてみたいな、それでみんなでそれをちょっと黒人っぽいあのハーモニーをあの雄大さんつけてもらってやったりとか、そうなんですか、はい、そんなことやったり、まあ、あと米米クラブのメンバーと米米クラブ、はいはい、のなんかメンバーとなぜかすごい昔から つながりがあって、不思議と別に僕正直コメコメクラブって全く聞いたこともなかったし、うんうん、何にもあれだったんですけど、うん、なんかそのメンバーの方とつながるんですね。でご一緒してて、でご縁なんですかね、うん、で今は本当一番はあのジェームス・オノダって
はい、あのちょっとでかいあの、はいはい、なんかごめんとかかぶってるわとか、はいはい、であのジェームス・ホナーさんとなんか不思議と一緒に今保育園を回って、うん、保育園はい保育園を二人で保育園をなんかあのそれで名前もすごい舐めてたあのトラちゃんオノちゃんっていうのでもうあのでこの間あの全くお互いのその芸歴とかも言わずに、うん、あのなんかあのなんか市のそういうところから話が来たんですね、うんうん、でそしてトラちゃんオノちゃんっていうので保育園やってるからっていうのでたまたまあの申請しましたって言って何のプロフィールも、うん、言ってなかったらしたらその向こうの人が勝手に書いてるプロフィールが、うん、あのトラちゃんオノちゃんって保育園で活躍中メジャーレコードデビュー経験ありって書いてある経験ありってのはいいな。もうジェームス・オーダーなのにコメントクラブなのになんか紅白も何回も出てる人だからそういうのって紅白出てる人は経験ありそうメジャー経験ありっていうのが相当笑えて最高ですねっつってもうこれでいきますかみたいなそうそうもうすごいねえらげら笑いましたあのちょっとまあそんなことあと一人で やらせていただいたり、ねはい、素晴らしいですよね、まあ、アウトドア系が結構好きなんで外でやるのとかああそうなんですか、はい、今年もあの8月の4日に、うん、あのうち鵠沼海岸ってとこか鵠沼はいはいはいで鵠沼の海の家で、うん、8月の4日にちょっと海の家はいでアコースティックライブとバーベキューっていうのを一緒にやれる、うん、あいいね、はい、ちょっとやる、うん、もうこれとかぶっちゃったりしますので、はい、かぶってますそうなんですよこれがなかったんですけど同じ日になっちゃったねそうこれすごいねこれなかったら本当ねあの杉本さんに演奏してほしかったんですそうそうそうこれってこうちょっと今日チラシいただいたこれ後ほど、ね、大きい方が後ほどちょっとまたご紹介しましょうぜひご一緒にアコースティックバーベキューね、あこれは葉山のジャズ、ね、こっちは葉山のドラちゃんと同じになっちゃっていいんですねかぶっちゃったあこれすごいすごい人がいっぱい葉山ねこれはあの葉山の100周年メンバーすごい、ね、方々が本当今俺初めて言った高橋下駄夫さんとかね、うんすごいあのソウル徹さんとかソウル徹さん、はい、あとバーベキューわさばさん関西じゃなくて、はいはいはい、あ米込みじゃないやあ動いてあの爆風スランプ爆風ですうーんそうなんですねこれ早間のこれ後ほどねご紹介しましょう、はいはいということで今日は音源ね全然持ってきてないってことでそうですね本当にどうCD経験ありいっぱいCD 持ってるのにそういっぱいCD あんでもなんかいいねいいんだよこれがまだだからもう生でねメジャーデビュー経験ありだからメジャーデビュー経験ありですからまあその回生で歌って、はい、わかりました、ね、生でじゃあ行きますかなんか、ね、じゃあ、トラちゃんとで、はい、あの生活便利グッズっていうグループがいまして昔生活便利グッズっていうグループが面白いであの彼らは本当にぶっ飛んでて彼らと一緒に曲をちょっと作ろうって話で、はい、昔あのキティって会社から出てたスイッチってバンドなんですけど、はいはいはい、それで作った曲を一人でやってるんで最近あこれスイッチの曲はいそうですあのさもう3枚目出した瞬間にあの解散になっちゃったんで、あのでそのアルバムが結構良かったんですけど、ほうほうあの星勝さんって、うんはいはいはい、星さんがプロデュースしてくれたりとかして、あそうなんですか、はいはあ、すごくいいアルバムできたんですけど、できたばっかりの時になんかねちょっといろいろごちゃごちゃありまして、はあ、であの解散になっちゃったんですけどね、でもいい曲だったんでそれを自分が弾き語りでやろうと思って、いつもは割とこういう感じでやられてるんですか、弾き語りもやられてるんですか、あ弾き語りもであのちょっとねもうさらに変な曲をいっぱい作って、変な曲、はい、もうちょっと変わったのどんなに変なのか聞いてもうちょっと今度はあのぜひよかったら見ていただきたい、まあその中の一個1個今日は、はい、皮膚呼吸って曲で皮膚呼吸はいもう一発目にやる曲なんですけどはい、じゃあねいや皮膚呼吸はい、いいですね皮膚呼吸はい、あ、大丈夫ですかあ、じゃあこれでやってみたいと思います、はい、皮膚呼吸ですはい、行きます地球は皮膚の…あ、ちょ間違えた。皮膚呼吸。ワン、ツー、スリー、カモン。皮膚、皮膚、皮膚、皮膚呼吸。皮膚呼吸で三呼吸。はい、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 呼吸。はい、呼吸、makes me high。エラ、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 エラ呼吸。エラ呼吸でエロ呼吸。助けて、please help me。人工呼吸。
マウスとマウス、カモン、イエーイ。息苦しい時には空気をいっぱい吸い込むんだ。深呼吸から全身隅々まで元気になるまで吸い込むんだ。僕らの地球のヒーヒーヒー、地球は宇宙のヒー、目には見えない力が魂を揺さぶってるんだ。酸素呼吸、動物植物なんだって、同じ空気を吸ってるんだ。あれだよね。俺呼吸しにくいんだけどさ。今ちょうど嫌味な歌だよ。呼吸しにくかったですね。はいはいはい。肺呼吸がね、肺呼吸大事です。エラができるといいね。エラ呼吸はできるといいね。なんかケビン・コスナーの映画でほら、海になっちゃった地球のあれで。
トミコさんがここで呼吸し始めて、進化してもね、ウォーターランド、そう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 、はい、でもそのうちそういう時代が来るんでしょうね、進化して、進化か鈍化か分からないね、タイからタイからね、これ例えば保育園とか行かれるとか言ったじゃないですか、そういう時はどういう歌を歌う、いや保育園とかでやります。あ、振り付けして、振り付けはない、あのこれ自分がやってる時に小野さんがなんかジェスチャーみたいな振り付けみたいにやってるんですけど、それがなんかやり始めちゃって、うん、でこれでいいかトラちゃんとか言い始めてるんですよ、うん、であとヒクヒクとか覚えてくれて、一緒に歌ってくれてとか、で小野さん小野さんであのコメコメのオリジナルの曲歌ったりとかして、うん、でも結構あの保育園とか幼稚園とかで、うん、最初あのそれに合わせてトトロとかそういうのをやろうかって俺たち言ってたんです、うんうん、そしたら保育園の園長とか、うん、あの幼稚園の園長さんとかが全然そんなの求めてないって言って、うん、あの大人の本気をちゃんと見せてあげてくださいって言われて、それね、はい、あのね僕も、はい、まあこの3人で行った時もあるんだけども、はい、だからあの割と老人介護施設でね、はい、歌ってたりしてたんですよね、はいはいはい、ほんで母もまだ元気な頃そこに入ってたん で、はい、で九州戻った時に行ったりとか、はい、で何年間かねやらせてもらったんだけども、うん、ああいうとこで歌う時って、はい、例えば松下君だったらはい、ひばりさんの事務所にずっといたりしたんで、はいはい、デビュー前にそっちでねずっと生でひばりさん見てるんで、ひばりさんの歌とかほらね、お年寄りとかいいと思って、はい、最初歌ってもらってちょうど温まった頃に自分が出ていくわけよ、はい、それやってたら、はい、やっぱね104歳の方から、うん、あなた自分の作った歌一番好きな歌ないのって言われて、やっぱそうですか、やっぱりね、うん、それが聞きたいんだよね、はい、そうなんです、そしたらもう77音頭ってあるんだけど、はい、そしたらもう名ぐらい言えるだろうって言ったらみんな歌ってくれるのよとても分かります、今は、うん、今はやっぱりその今まあその、うん、はい、お子さんもそうだけども、はい、ご老人も、うん、やっぱご老人って言ったら僕と変わんないからね、はい、もうそのまま入ってていいぐらいの、ビートルズとかほらプレスリー世代だから、はい、そうだから演歌ばっかりじゃないよね、はい、それ感じましたね、なんかライブにするとやっぱりもっとテンポ落として、うん、我々のテンポ落として、はいはいはい、例えばヒーフヒーフヒーフっていうのをコールアンドレスポンスしたりとか、はい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 、そういうのは中にちょっと入れていきますけど、ああなるほどね、はい、であとなんか読み聞かせみたいのを自分らで勝手に作るのもあって、うん、例えばウサギとカメみたいなのあるじゃないですか、ウサギとカメの物語をやっていくんですけど、本当はそれカメが最後には勝つじゃないですか、こうやってウサギが寝ちゃってて、うん、その間にのしのし、でそれ途中からウサギとカメじゃなくてウサギとガメラになる、カメがガメラになってガーッと回り始めてで飛んでってウサギを食べてしまう、終わりみたいな、いや怖い、ね、そういやそれをね、いや一応構想で作ってるんですよ、いつもなんかそういうサルカニ合戦とかいろいろそういうのを途中に変わるっていうのを今小野さんっていっぱい作ってて、それを今度ちょっと秋にまた呼ばれてるとこあるんでそこでやろうかって話をしてるんですよ、ちょっとそういうなんか童話的なものをブラックにするんだけど、ブラックはなんですか、イソップでしたっけ、なんかあっちのちょっと怖い方じゃなくてちょっと軽い、そういうバカげたことのちょっとドラマにするの面白いかなって言って今ちょっと話を、グリムとか結構ね、グリムちょっとエグいじゃないですか、エグいよねあれもね、童話ってそうなんですね、裏の話もね、なんかね日本のほら民謡とか童謡黒目とかなんかよくわかんないですよね、怖いね、シャボン玉とかもね、シャボン玉飛んだとかもね、そうですね、そうそう、なんか怖いね、ああいう怖いのはもうバカげたことばっかやってますね、子供ってたくましいからね、はい、なんかそうだね、どん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 面白く、うん、逆にねそういう夢とか、うん、そういうのが今も少なすぎるから、はい、ものすごく親も現実的になってるじゃん、だからね親がね、うん、みんなと一緒じゃないと、うん、嫌がるわけよ、だからその中で育ってる子供たちって必ずそうなるよね、はい、だから同じぐらいの平均的な夢しか見れないわけよ、はい、で俺みたいになんかもうギター一本持って東京で俺が一番うまいんだとか思ってコテンパにされたけどじゃあそこまで夢とか持てないもん、そう、普通にこう
みんな暮らしてるのが当たり前。賢くなったんじゃない？そうそう、だからある意味ある意味ね、みんなそういう風に普通になっちゃってるんで面白くない。洗脳されてる。そうだよね。そうだよね。洗脳されてる。そうですか。だからそういう風なことがもう今ものすごく出てきてるから、こう夢見てる子供たちなんかあんまり見かけないもん、なんか最近。でもなんか今その保育園でやらせていただいてる時に、その子供たちがこう自分たちがまた来るよって言うじゃないですか、うん、でわーって言って、じゃ あのまた来てねとか言うかと思ったら、うん、あのね、また来るよって言ったらもう来ないでって言うんですよ。これが、でも、で、保育園の園長さんに聞いたら、もう来ないでって言われたら、もうまた来てよっていうことなんだね。ああ、逆なの？ちょっと、だからその 子たちの、そのなんていうか、今の 子供たちのなんていうか、なんていうか、ちょっと、ブラックユーモア？なんていう、そういうものが、なんていうじゃない、うちらの頃のブラックユーモアは、なんか素直な子がやる感じじゃなくて、頭でやれるっていうか、情報があまりにもあって、そういう子たちがちょっとひねてる、でも面白いでしょみたいのが、なんかそれを5歳の子がこう言えちゃう感じってちょっと、ね、ちょっとね、俺らもなんだよ、出てこい、こいつバーって並べよ、お前ら。いや、それはね、昭和初期。でも言葉ってこう逆のことに若い世代がやっていくよね、うん、そうですね。例えばあのジャズとか創世紀はホットって言ってるんですよ、うん、ホットだけどその後クールになってくるでしょ。あ、なるほど。それから今アメリカの人はさ、グッドって言われてバーッとって言うでしょ、うん、あ、そっか。あとほらあのゲロうまいとかさ、最初ゲロうまいってなんだよと思ったけど、でも反対のにしていくのよ。そういう風に逆の意味、やばいとかいうのもそうなんだ。そう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 、やばい、やばい、いや、すごくすごいいいのをやばいって言うでしょ。そうだ、ああ面白いね。で俺の田舎行ったらやばいよって、本当にやばい。俺の田舎の人たちはやばいんですよ。やばい、本当にやばい。の人は本当にやばいからね。言えないよ。言えない。なるほどね、言葉って面白いね。そうですね。いやでも本当にね、あのそれ楽しいですね。はい、やっぱり今子供たちにそうやってこう与えていくっていうかね、僕も、はい、10年ぐらいだけど、はい、その学校辞めた子供たちのとこで、はい、あの歌を一緒に歌ってたことがあったんですよ、はい、だからほとんどがみんな辞めてて、うん、あの要するにあの弾かれたっていうか、はい、一般的に言うとね、はい、そういう子供たちだったけども、やっぱり見つめてこうよく話してみると、やっぱそれなりのこう理由があるのね、はあ、だからこういうのがしたいっていうか、詩を書きたいだとか、あ、そういうのがすごい才能を持ってたりするわけですよ、学校の勉強できなくても。そうそう、だからそれだけがあの測る尺あれじゃないからね。なんか必ずありますからね、得意なものね。そうですよね。それがほら見えにくい場合とかでも、こう見つけてあげられるような環境がないと、そうですね。ね、もしかしたらね、ほらすごいシンガーになってる人とか、そうそう、すごい野球選手になってる人が、実はそのそういう環境とか家庭とかの事情でできなくてね、そうそう、そういう人っていっぱいいますからね。いると思いますよ。世の中に。だって、だからそういう子供たちのっていいいよね。いいね。子供たちないな。私たちお年寄りばっかりだから。お年寄りばっかりだからもうね。いや、それも大事ですからね。誰か役割分担だからね、これはね。お年寄りばっかりだよね。いや、でもね、あのお年寄り見てたらね、やっぱいわゆる先輩なわけじゃん。そうそう。でもものすごく逆にね、勉強になりましたね。はい、うん。だからもう、ヒット曲がないじゃない、僕なんか、あの一応メジャーデビューしましたけども、ヒット曲一つもない。デビュー経験あり。デビュー経験ありますけど、ヒット曲がないっていうのは、例えばあの、まあ、丸山恵子さんとか割とほとんど同世代とか、はい、やっぱどうぞこのままみたいなのがあるとして、はい、まあ、いろんなね、あの堀江純さんも同じソニーで同じ時期にデビューしたんですよ、はい、でやっぱあのメモリーグラスとかもあるわけです、それこうやるんだけど、で僕は 何もないのに、そこの老人ホームで、あの介護施設でなんか引きつけなきゃいけない、はい、それは何かっつったら、やっぱもうその時の、はい、気持ちだとかもう、はい、音楽、うん、それしかない、はい、うん、名ぐらい言えるだろうって乱暴だよね。でも自分らもそういう気持ちで全部作ってますもん。だってヒット曲もないし、だから別にそんなのないんで、だから
パッと出た時にやっぱお客さんが面白がるだろうなというものをやっぱり相当頑張って作る、ね、でもある意味先入観ないからそれが本当の実力というかね、実力っていいのか分かんないんですけど、もうほら何やってもあの曲流れたら OK みたいなところよりは、はいうんはい、ある意味かっこいいんじゃないかな。いや実はそうなんですよ、うん、だからね、ヒット曲持ってる人たちと一緒にやっても、うん、別にそれが一般の人に受けてるかっていうとこう見てて、うん、あんま受けてないんですよね、うん、で自分らとかやった方がなんかあのちゃんと受けてる感じがあって、うん、あなんだなんだと思って、うん、それからあちゃんとやっていきゃいいんだななんて思って、うん、どんどんそれでもばっか作ってて、まあたまに普通にいい曲作んなきゃいけないことたまにバラードとか作って歌ったりしてるんですけど、うんはい、でもメジャーのさ大ヒット出したシンガーの方とさ、はい、フェスとかイベント何度か、はい、ご一緒する方とかあるじゃないですか、はいはい、ギタリストが、はい、ちょっとねやっぱねいつもそれを歌わなきゃいけないっていう、ああそれはね、それはあるかも、そのイメージがね、うん、それは辛いんじゃないかなと思いました、ね、必ずそれやんなきゃもう、うん、終わらせてくれないっていう、それもでも今はこれをやってんだけどっつっても、うんそうそうそう難しいですね、そこはね新曲いっぱい作ってんのに結局最後はこれがやってるまあでもそれがあるだけですよ、本当はそうですよ、いいことなんですけどね、すごいですけどね、これから言いますと贅沢、あ確かに確かに贅沢、いやそれがあるとギャラが違うのよまあ実際のところそうよね、そうですね尺度が一般的な尺度がそこだからまあねということで今日あの杉本さんのね、はい、ちょっと、はい、あのコーナー行きましょう、杉本さんコーナーね、杉本さんね、杉本さんね、杉本さんもう何でもね、うん、あのあれで、まあ、一人でこう俺演出聞いててもすごい気持ちがいいんだけど、ね、心地いい、うん、心地いい、海が似合うのまたね、本当は江戸っ子ですけど、江戸ね、築地だもんね、築地お江戸なんですけど、うん、なんかあのブルームドの近くで生まれてる、あそう、ね、あの近く、あそうなんですか、うん、あの近くのにすき焼き屋だったんですよ、いいなあ、すき焼き食べてたんじゃん、物心ついた時にその牛肉の匂いが、あいい羨ましいって、でも肉食べられない人はあれだけど、ああそうですね、まあ、いいです、でもだんだんね、うん、あまりさ油っぽいものより、いや最近おしんことご飯だけとかありますね、さっぱりさっぱり、そういうのが、うん、そうそう江戸っ子なの、まあ今はもうね、今横須賀長いですかも、そうですね、もう25、6年、ああ横須賀、うん、海の近くなんでしょ、もう目の前に、ああいいですね、散歩していいのが、ね、うん、そうそう、ああいうところにね、うん、ね、いいですね、いやいいですよ、あの精神衛生上いいですね、そうですよね、散歩できてさ海が見えて、60過ぎて、まあもうちょっと前から住んでんですけど、ようやくそのなんていうか普段海の近くにいて、うん、まあ家があって、まあとりあえず家庭があってですね、うん、で音楽はまあ長くやってんですけど、うん、でもう好きな、じゃ、何て言うんですか、あの自分の音楽だけ、うん、はいはい、やれるようになんとかなったんですよ、あのいろいろ、はいはいはい、歌番とか、はいはいはい、編曲とかね、うん、あのコマーシャルな音楽がもう、うん、まあ本当はやればね、うん、それこそ多少のこう、うん、裕福感はあるんでしょうけど、うん、それよりももう好きに自分の音楽、うん、ツアーやって、はいはい、で時々 CD 出して、うん、そのペースになったんでね、まあ、それはいいですね、ストレスがなくなりましたね、なるほどね、やっぱりあのなかなかね、で僕思ったんですけど、やっぱりあの誠さん今日お会いしたじゃないですか、うん、やっぱりあのモンタントブラザーズの方々と本当ご縁があって、うん、僕最初の頃にやってた杉本バンドは、うん、あのベースの、はい、あのしげるさんだったんですよ、あ、うん、で今はあの関西行くとマッチとやってたりとか、あそうですよね、あのトラちゃんのコメコメと一緒で、あそうご縁があってね、もう孫さんも大先輩ですけど、うん、まあ、そうでしたか、なんか面白いですねそういうご縁ってね、うん、それでまたここで ね、そう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 、うん、なんかやりたいですね皆さんでね、楽しいライブ、そうそうそう僕だって杉本さんとこに、うん、あのちょっとあの歌ってよって一回言われて、そうそう、その時ちょうど肺がちょうどね、のちょうど悪くなっちゃって、悪くなっちゃって、あのまたちょっと機会あれば、あの今もう回復ほとんどしてますんで、がんの治療も全部終わったんですけど、あの肺炎とかになっちゃって、で、まあ、ちょっといろいろね、
換気の障害みたいな、うん、僕も喘息持ってるんですよ、小児喘息。あ、そうだよね、昔からね、小児喘息も。皮膚呼吸をしたら皮膚呼吸が効く、エラ呼吸とかして取り入れて、そうですよ、ね、お互いにそんな喘息なんてね、どうだってよくなる頃合いのいい時にあのタイミング教えていただいて、またぜひぜひぜひ、 あそこでもいいです、ね、横須賀のね、横須賀あそこね、ちょっとご相談したいんですよ、 YTY とか、ね、今度やりますけど、ゲストでね、だから何曲か、今回ね、横須賀はちょっと周作さん、自分の周作、周作君のなんかあのイベントで周作君の傭兵のギターケースっていう、これねスペシャルのゲストで、あのギターが ARB の、 あの白浜久志君で、僕と3人で、あの松下と3人で今回は行きますけど、久しぶりのね、 YTY は素晴らしいいいとこですよね、うん、映画館ずっとやられてるでしょ、そうそう、よく、まあ、年に何回か、はあ、やってる、あそこなんか俺ちょっと今回行くんで、はい、ちょっといろいろお話ししてこようかなと思うんで、もしあれだったらいい、だから佐々木さん、うん、はいはいはい、佐々木さんとか、あと塩見さんがブッキングしてるんで、はいはいはい、あ、塩見さんね、はい、あの杉本と一緒になんかって言えば、なんかそのまま、ぜひすぐ、ね、音楽魂やりますよ、あ、やりましょう、やりましょう、横須賀編、うん、いいですね、ちょっと今それ考えてるんです、あ、やりましょう、やりましょう、ね、ぜひぜひぜひ、いつもねブルームードでやってるんだけど、はいはい、うん、横須賀の方やっぱ遠いからね、こっち、トラさんも今日でもうこう出たから、一緒にしよう、皮膚呼吸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 、音楽魂、皮膚呼吸、皮膚呼吸、楽しい、じゃあそう決めますね、やりましょう、やりましょう、スケジュール、あそこほら本当、あの映画館改造した横須賀っぽいね、そういう雰囲気にいいですよね、浸か、うん、ね、り出した楽しい、いいところですよね、うん、そうそうそう、で杉本さんの、はい、この、 あの予定をちょっと今ね、あ、はい、そうですね、今ね言っちゃいましょうね、8月4日です、8月4日、はい、日曜日に、あの真夏のジャズ葉山というのをもう、ね、これ葉山の100周年記念、そうですね、100周年記念、葉山、葉山、葉山町ね、うん、はいはいはい、これ僕の実家があるところなんですけど、あ、そうなんですか、今のね、あ、そうなんですか、今の引っ越しで、うん、あのなかなかいろんな方が、あのゲタオさんとか、ね、そうですね、これあのいろんなバンドが6バンドぐらい出るんですか、そうです、5バンド出まして、デコレーション、はい、ピンクの清水秀子さんね、あの歌のね、ピンク番号、はい、これは高橋ゲッタオさんと、あの亡くなられたあの宮本大郎さんっていうあの、はい、あのサックス奏者の方がいたバンドで、それのトリビュートバンド、あ、あ、なるほど、そうです、うん、あとイワシさん、イワシ、これはあのほらあのイノヤンっていうドラマとか、新藤君とか、あ、早稲田さん、早稲田さん、そう、バーベキュー早稲田さん、あ、早稲田さんね、はいはいはい、一緒にやってる人そう多いですよ ね、 ね、あ、誠さんもそうですね、うん、ソウルの今度ね、ゲタボさんと一緒にやろうって言ってるの今、ああ、そうですか、あとうちのバンドと、吉岡、はい、うん、あ、吉岡大ちゃんやってましたね、僕も一緒に、あ、そうですか、もう大ちゃんね、はい、現場監督みたいなのもやってますから、なるほど、あの実質上指揮してます現場で、指揮指揮も、はい、これ8月4日ですね、ぜひ皆さんもね、はい、あの2500円、当時3000円ですね、はい、文化会館だ、文化会館、葉山町の文化会館ホール、はい、逗子からですね、はい、2番のバスに乗れば、はい、すぐ着きます、葉山小学校で降りて、はい、葉山町役場とね、はい、近くなんで、葉山町福祉文化会館ホール、はい、ね、はい、これ8月4日ぜひね、はい、皆様ね、ぜひいらしていただきたいと思います、素晴らしいですね、懐かしい、で僕はあの、あれ、うん、あの今日生放送ですよね、うん、明日の横浜のすとみまんでで、あのこれ方さんと、ああ、ソウルトールさんと、明日田中慎吾くんっていう、はい、それ明日ですね、明日ね、ストミマンデ、はい、はいはいはい、すごいライブなんでいつもねこれ方さんとかよくやられてるんです、うん、結構昔からたまに、あ、そうですか、年に何回か一緒にやられて、もう僕もどちらかというとあの中学ぐらいでファンだったんで、あ、そうなんですね、かっこいいなと思ってね、俺はね、小平さんね、そうそうそう、なるほど、あと一つだけ、うん、いいですか、はいはい、あの今月の、うん、今日僕呼んでいただいた理由っていうのが、うん、杉本さんと二人で
はいはいはい、それあの僕ね、あのポスターあるんですよ、はいはい、4月の20日に、ね、そうあのそれどこなんですか、ね、川崎の川崎なんです、はい、クラブシッターの方のちょっと内側に入ったところのあの商店街というか、はいはい、あそこにあの、ソウルマシーンっていうあのちっちゃいソウルバーがあるんですけど、ソウルバー、はい、ソウルマシーン、そこでちょっと2人でやるということで今回初めて、そうそう初めて7月20日はい、7月20日、来週ですね、8月20日の7月7日です、今月、今月、7月、はい、今月ね、はいはい、もうすぐです、もうすぐ、もうすぐなんですけど、ね、はい、夜ちょこっと、はい、あの2人でソウルバー、はい、なんかなんかやこう一曲ずつやりながらいろいろこうなんか話しながら楽しくやろうかなっていう、はい、そんなソウルバーって昔たくさんあったよね、はい、ね、両国にもねかっこいいのあったんだけど、うん、なんかもうあの辺はあのもう大好きでね、ソウルの曲がね、あまあ、あのマーヴィン・ゲイとかね、セリアンダーとか、マーヴィン・ゲイ、なんか DJ の方たちってすごくやっぱ音楽やっぱかける人だからやっぱすっごい量をやっぱ知ってて、ああいう人たちのなんか僕ってあの例えば DJ って最近最初は音楽をかけるだけじゃないかと思ったんですよ、だからそれってどうなのとか思ったんですけど、でも実はそのやっぱ中でいろいろ話してみるとものすごい知識と、うん、やっぱそれはすごくて、やっぱこれでお仕事ちゃんとされてるんだなって、うん、そういう人がまあ今回もちょっとやってる場合なんで、うん、すごく、なるほど、はい、川崎、ね、ぜひね、はい、ソウルマシン7月20日ですね、はい、7月20日、はい、ということでね、あの話ばっかりになっちゃうんで、はいはい、お話が楽しい、あのファックスも読んでないけど結構時間ないかもしれない、先にあの生演奏いきましょうか、そうですね、じゃあちょっとソウルっぽい、はい、なんか落ちたよ、はいはい、ボビーヘブの、はい、サニーをちょっと誠さんと、はい、よろしく、で入って、イエーイ大丈夫でしょうか、はい、はい、
なるほど。素晴らしいね、二人 ね、ちょっとお名前だけね、今日はね、鶴見の九州男児さんと、はい、それから江川さん、はい、ミキさんね、ありがとうございます、うん、はい、はい、あ、お名前だけ、お名前だけ、読む時間ない。あ、本当、そろそろ入っちゃってもらいます、うん、もし時間あったら、あの、あれ、いやいや、もうギリギリなんだね。じゃあ歌に行っちゃってください。あ、俺、はい、あ、ちょっとじゃあ長い、ないの、肺呼吸で歌いましょう。いや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 、肺呼吸、あの、エラ呼吸シンガー、エラ呼吸ができる。いやいやいや、ちょっとやってみましょうか、ね。いつも通りさ、この街じゃ、冷たい風が吹いていた。生まれたところもいつの日か、知らない街になっていた。時はいつでも束の間に消えるもの、悲しみはいつしか通り過ぎるもの。出会いはいつでも偶然で、掴むことすらできなくて、俺の体をすり抜けた。風の中で立て、道が険しくても変わりはしないだろう。
ど風に吹かれて歩くだけ夢の中で咲けこんな時代だから辛くても ときめきはいつでも束の間に消えるもの唐吉郎風の中で伊達お届けしました、はい長い歌でどうもすみませんでした素晴らしいフルバージョン最高でした素晴らしい、ね、いやなんか俺声調子良くなったな、ねうん、肺呼吸肺呼吸は成功したからなそうなんかね最近ちょっとエラーしてみようかないい感じでしたね、まあ、いろんな方と、はいね、いやこうやってねいろんな方と、うん、あの 出会うことができて、うん、僕は幸せだし、ねそうですね、やっぱりねあの肺でやっぱりステージ4とかあとその肺炎になったりすると、うん、もう歌は無理かなって思われるんですね、うん、だからもう歌うことに関してはもうあの病気は治していただいたんで自分の問題になりますんで、うんはい、できるだけ海の近くに住んでストレスたまんないようにしてみんなで早間早間相当違うと思いますよ違うよ ね、 なるほどね環境がね大きいです、ね、あんまり今あの、うん、良くないんであそうですか肺気臭なんですよ昔ね言われてて、うん、だからだいぶ進んでないですもんね、はい、あうん少しずつこう最終的にチューブ入れなきゃなんないそうですかあやっぱそれありますわですけど進んでないですねここしちゃうあ僕もねなんかもう絶対治らないもうガンも治らないって言われたんだけど、まあ、一応ねあの治りましたね結構重かったんですかガンの方も重かったですよあのなんとかとかステージ4でも転移してたんであそうなんですか小大腸小腸のエヴァって言うことじゃないんだよエヴァって言っちゃうんですかいや消したんですからねすごいっすよ名誉の方とか励みになりますからねですよね発信されてればねそうです大丈夫だあの本当にねあのこっそり教えますよ僕は、ね、どうやってそれを乗り越えて今からですねこれからですか、うん、これからちょっとね、もう今いい感じになってます、うんということでね、あっという間の1時間でした、はい、ありがとうございました、ね、今日ありがとうございましたぜひね、杉本さんちょっとあの、またね、もっと歌も聞きたいし演奏も聞きたいんでぜひまた改めてそうですね、わかりましたね、お便りもいっぱいいただいてます楽しみにしてますってごめんなさいね、あのお便りねあの、はい、YouTube で楽しみに見てみます、はい、そうですね、はい、あのよろしくお願いいたしますはい、杉本敦彦さんです、はい、はい、ありがとうございましたトラさんでしたはい、ありがとうございましたはい、同じ高橋真子さん、松井さん、としみさん、ありがとうございました。映像鈴木さん、ありがとうございます。また来週お会いいたしましょう。来週のゲスト、コージ・オーシー。See you next time!
優しい。あの人は今はない。